こんばんは。前回の続きやっていきます。サーバーはね、いつの間にか今38まで来てます。自分はね、この一番下の1から10の、確かサーバー10にいたような、10だったかな、10にいます。38枚で出てて、もう全部混雑してますね。ここが自分の、まあ本場ですね。領土みたいな感じであって、天守のレベルを今21まで持ってきてます。天守を21にすると、兵種のレベルも21に持っていけるんですけど、軍事で。ここに4種類と、あとこれに、大筒だったかなが、全部で5種類あるんですけど、このレベルを今20から今21に上げてるんです。上げると、ここね、あ、これじゃん、こっちか。こっちで上げると、今、この兵士のレベルっていうのがあって、7になります。7になるとだいぶ違うと思う。6で、動画ちょっとアップしてないんですけど、結構何回も攻められて、この上に、都市建設の隣に、これ、銅線だったかな、お金ね、お米、木、鉄でよかったっけな、で 4種類資源があるんですけど、あのね、取られちゃうんですよ。保護をしてる部分があるんですけど、これよかったっけ？ない。これが、今保護、これかな？保護料、113万。もうちょっと保護料あると思うんだけど、どっか出てなかったっけ？出てないか。保護資源がこれ、144万でしょ？で、これ溢れてたら取られちゃうんですよね。で、ここまでは守られてるんだけど、結構しかも遠いところから寝てる間に自分のこのお城があるところが攻められてたりとかね、しますね。何回もやられて、で、アイテムがあって、それで資源守れるんですけど、こういうやつね。この8時間の間、他領主は自分の主城を攻撃できなくなるって、こういうアイテム使えば、相手は攻撃できないんですよ。あと、ローカルルールで、外に、城の外に資源があって、それをこう、資源を取りに行かせる部隊で、戦う部隊と資源を取りに行かせる部隊はまた別々出せるようになってるんですけど、その部隊は攻撃しないっていうのが暗黙のルールになってます。資源を取り行かせる部隊は攻撃しないっていうのが、このゲームの一応、ローカルルールですね。これがね、今、全体のマップ、今見てるんですけど、これ日本ですね、舞台は。戦国時代、織田信長とかいた時代ですね。で、下は九州、上は、東北、青森ぐらいまでだったかな。北海道なかったような気がする。あったっけな？あ、あるんだ。でも、確か、領地はなかったんだよね。取れる場所が一応決まってて、行ける場所がね。この赤いのは、敵じゃないんですけど、自分たちの、同盟があるんですけど、同盟で何人ぐらい入れたかな？ 70 人か80人ぐらい入れるんですよね。その、同盟もなんかレベルみたいなの上げたら、入れる人数が増えていくんですけど、同盟があって、その同盟をまた何個か集めて、グループみたいなの作るんですよ。それが連盟って言うんですけど、ちゃんと参加してなかったんであれですけど、自分たち今ここですね、この青とか、緑が自分たちです、この色が。で、赤が、戦ってたりとかするんですけど、この全く関係ない、このここら辺から来たりするんですよ。ここら辺あたりから。確かそうだったよね。攻められたりする。まだここ解放されてないはず。多分ここが最後だと思うんですよ。ここ取るのが。この、ちょっとこう水色の枠の中。四六時中戦争してる感じですね。間違ってたらごめんなさい。自分の感じでは、自分たちの連盟があって、何個かの同盟がくっついてるグループね。それ以外は全部敵になってるような気がする。自分たちの連盟バーサス、それ以外の、同盟、連盟になってんのか。ちょっと、ちゃんと最近あんまりログインしてなかったんでわかんないんですけど、そういう風になってるように見える。今確認したら自分たちのこの連盟、グループ、同盟のグループはね、5つあるみたい。で、なんかね、それで、一回連盟を抜けて、自分たちは敵対するわけじゃなくって、なんかどっか他のとこ攻めに行きますって言って、出て行った同盟もあるみたいな、仲間なんですけど、数が決まってるんでしょうね。その入れる数が。
なんか上の方行ってるんだと思うんですよ。なんかね、四六時中戦争してます。あ、ここら辺は多分新しく取ったんじゃないか。多分この同盟が1位の同盟に、のところの連盟に、この傘下に入ってるんだと思う。これ四国でしょ？で、こっち九州。九州はね、南九州と北九州ってかこう、今、マークのところと、まあ、ここら辺、福岡とか、長崎どうだったっけ？長崎とか、熊本でよかったかな？このと分かれてるんですよ。まあ、すぐには行けないんですよね。行けるところを取ってからじゃないと、いけない。結構時間がかかるゲームです。あっという間に統一っていうのはなかなかできない。今見てるんですけど、戦闘はないみたいですね。このね、刀がこう2本あるようなマーク。これでね、この地区で今戦争してるかどうか確認、戦闘とか戦争じゃなくて戦闘か。確認できるんですけど、ないですね、今見てるけど。ないみたいですね。ちょっと平和なのかな。ちょっとね、こう、みんなで話し、まあ、どうだろう。これね、日本人がほとんどだと思うんですよ。このゲーム遊んでるの。これがいいのか悪いのかわかんないけど、意外と話し合いで決まることが多い。これ外国人が多いゲームだったら、もう殴り合いになっちゃうんですけど、意外と話し合いで まあまあ、うまくやれてるような気がする。これが自分の武将ですね。このレベルは、天守のレベルによって、今、天守が21なんで、まあ、60までとか、22になったら70まで解放されるのかな。そうすると、この経験値使って、兄上は傲慢かもしれませ上げぬていきが、ます。レ優ベルを。しきところも。で、外の NPC 倒すと、今の経験値がもらえます。行った武将に経験値が入るんじゃなくて、経験値を、こう、もらえます。それを貯めて、例えばこうやって、こういうふうに知溜まって識るはんですよ。蓄えておくにこれ越しをたことはありま振ってあせん。げるみたいな感じで、レベ知ルを。識は宝だ。ちょっと今、膠着状態って感じですかね。戦争はやってて、狙われやすいのは夜から朝方にかけてが結構多いかな。寝てる間にやられたりするんで、ちょっと資源がここら辺が溜まってきたら、さっき言ったアイテム使って、バリアしといて寝た方がいいです。そうしないと朝起きたら資源が取られてたりするんで、この資源がないと、建設の時、今だったら、21だけど、22にするのに1300万ぐらいいったかな？あ、これですね。1301万いるんですよ。お金とか米とか木とか鉄が。全然足りないんですよね。これを狙ってる人がいるんですよ。貯めてるの。そしたら取れるじゃないですか。自分より強い人が自分を攻めたら、この資源を奪えるんで。まあまあ、だから、資源が増えたらバリアしといた方がいいです。まあ、今みたいに少ない時はいいですけどね。これはね、なんかクイズみたい。クイズっていうか、そうですね。まあ、相談されたりとか、3つ出るんですよね。まあ、失敗しても何かもらえます。半分になるのかな、もらえるのが。城内の資源生産について。あ、天守になったね。間違ってももらえるんで。あと、この舞踏会っていうのは、ランクマッチみたいなやつですね。自分が組んだデッキで、他のユーザーの方と、まあ、戦うみたいな感じです。工房があって、まあ、装備をここで作るんですけど、例えば、お市とかだと地なんで、地力の、ね、開けたら喋るんで、おいにはこれ、相今、変わらず紫元まで気しにかしてい作るれのなでいんしでょうすよか。ね。SR までしか。この工房を選んで、あれ、こうやって、確率が出てますよね。レアが50%とか、エリートでいいのかな？まあ、緑、青、紫、金色みたいな感じで。金色まだ0%なんですよ。このレベルを上げていったらね、確率が上がるんですよね。ここら辺でかな？ちょっと武器にするか。
紫はできんじゃない？あ、できない。できなかったか。悪いね。で、これ失敗してもこの経験値が溜まっていって、まあ、次今15だけど次9になったり。9になると、またその、この確率が変わるんですよね。今確かこんな感じにしてると思う。1は全部馬で組んでて、こういう感じで組んでたと思う。ここら辺違うんだけど、ほんと鉄砲だったっけ？鉄砲だよね。でもこう、これを対象にしてるんですよね。馬の、やこれも適性違うんですよ。この井伊直政とか、武田勝頼っていうのは、本来は、この一番上に置くと、この首相っていうのは、兵の数が決まるんですよ、それで。で、その適正のやつを置いた方が、たくさん兵持てるんだけど、いないんで、仕方なくて、先方のやつを、確かこのトップに持ってきてるような気がする。ただ、持たせるアイテムで、さっきの工房で作ってましたけど、例えば、いいな、お前、どこ行ったっけ？ここら辺かな？これだね。これだ、あ、これ統率でいいんだ。あ、オッケーオッケー。これは首相タイプだね。さっきの武田勝頼だったら、これ武だから先鋒なんですよね。天下最強の騎馬隊に崩せぬものなし。これが関係あるんですよ。この統率っていう数値が高ければ、持てる兵が増えるんで、統率に関係ある装備をつけてます。これが確か統率関係なんですね。統率プラス60。でも、大筒なんですよ。付与されてるのが。馬じゃないんだけど、まあ、とりあえず持たせてます、これで。ここに60プラス上乗せされてる状態ですね。ここはガチャですね。こっちの方がいいやつが出て、下の方があまりいいやつじゃない。そうでもないのが。とりあえずしますかね。スキップでいいかな。うわ、出ない。上のやつ。こっちはちょっとスキップやん。これも充電するか。あ、あと2分40秒ぐらいで1回無料ですね。とりあえず充電しちゃおう。来ないかな、いいの。あ、出ないっぽいね。SR までか、これ。あ、でも、これとこれ持ってるから、もしかしたら、なんだね、マガタマでよかったっけ？レベル、あ、上げれるかなと思ったけど、久喜水軍の鉄鋼船の前では、これで今、スキルがレベル1から2に4まであるんですかね。4段階あるけど、こっちが2。次上がったらこっちが2になるんだったかな。それとさっきのつ、もう一個大筒のやつがいたな。どこ行ったっけなぁ。これか。いついかなる時も。今、こっちが2でこっちが1だから、今度こっちが、この国崩しっていうのが2になります。まだね、ちょっとね、大きな動きがないんですよ。小競り合いはあります。寝てる間に自分の城攻撃されたりとか。で、その間に同メインの方が自分の城に援軍を送ってくれたりとかあるんですけど、まあ大きな、戦争っていうのは他の今までやってきたゲームに比べたらおとなしいと思う。他のはもっとすごかったんで、今までやってきたゲームだともう全然寝れなかったんですけど、まあそういうことはないですね。まあちょっと落ち着いてる感じです。まあ大きな戦争があったらまた動画撮っていこうと思います。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。